世田谷区では恒例のボロ市が始まりました。世田谷のボロ市、戦国時代に楽市として始まったのがその起源とされ、430年以上の歴史を誇り、都の指定無形民俗文化財にも指定されています。かつては正月を前に必要なものを揃える年の市として開かれていましたが、明治になってから1月にも開かれるようになりました。今では古着だけでなく、骨董類、植木から日用雑貨、食料品などを扱うおよそ750の露店が並び、多い時には1日20万人もの人でにぎわいます。世田谷のボロ市は明日夜9時まで開かれます。